島には東洋一美しいと言われる前浜ビーチやラムサール条約に登録された与那覇湾など世界に誇れる場所があります。いつもの機会より私もちょっと緊張してましてですね、今日皆さんからいろいろご質問なさると思いますけれども、大変、楽しみにしながらまたお聞きもしたいと思っております。壇上から今日拝見しますと、将来の沖縄県は自分が、ね、担うぞとこういうようなこの熱い情熱とですねパワーが、感じられますし、今こうずっとこう見ておられるわけですが、目もですね、大変真剣な感じで、心強く思っております。私の騒音が聞こえてくることもあります。さらに宜野湾市はそこで質問です。将来像に心豊かで安心安全に暮らせる島の子育て環境の充実とは具体的にどのようなものですか？明確な答弁をよろしくお願いします。沖縄県におきましては安心して結婚し出産子育てをすることができる社会の実現に向けて、保育所に入所できない待機児童の解消や保育士の確保、子どもによりの助成等に取り組んでいるところであります。移行している那覇地区はファストフード店をはじめ病院や公園